どうも、おはこんばんにちは、ホビドアです。デッドエフェクトブレイス再開していきたいと思います。早速次のミッションへ。さて、前回からね、スーツのアップグレードができるようになったのだけど、見つかるかな、あのアップグレードチェンバー。へい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 。さて、前回でもうさらにね、あの銃の攻撃力のアップグレードを行ったんだけど、どこまで通用するのやら。あれ、今爆弾投げてるような音した、あいつか、あいつだあいつだ。どうする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 、スロータイム。やべ、ちょうど視界に入っていて撃てない。あ、倒せた、よかった。 ちなみにゴールドはあと一つだ。よし、これであと一つだ。2つ必要だったのですが、それで自動回復のアップグレードスキルが買えるので、自動回復があればかなり楽になるのではないでしょうか。ちなみにスーツのアップグレードで、グレネードで一発で即死しないように、HP の最大値をこちら上げてるんですけどね、それでどうなるかですよね。とりあえず即死ではなければ、あのグレードに対しての対処ができるので、あれ、うっかりね、気づかずに攻撃されて死んでしまうというパターンが多かったから。おうおう、艦長、残念なことにこれはただの軽微なバグではありません。推進インレットは損傷しており、リモート制御が効きません。このような損傷は事故で起きるものではありません。解決を試みていますが、外部からの修復も必要になるでしょう。おお、さようか。特にここら辺には他には何もないんだね。 OK、 でこっち行こうぜ。おっとおっと、間違えて録画ボタンを押してしまった。この自分の使用している Xbox のコントローラーでね、間違えて中央のいわゆるプレイステーションなど持ってる方っていうと PS ボタンをですね押すと、あの録画しますかっていうのが出るんですね、 PC 版は。おっと、やっべー。そしてグレネード撃ってきてるやついる。2人いないよね、1体だよね。やばい、近づくと自爆するんだこいつ。忘れた、危ないな本当に。倒したアップグレード。タールは今俺使ってるやつじゃないよね、確か。ちょっとダメージ負ったんだけど、こちらの最大 HP が上がってるはずだから、まあなんとかなるだろう。しかし攻撃力を上げた効果がちょっと出てるね。気持ち前より早めに倒してると思うんだ、このデカブツを。このマシンガンは使い勝手が非常に、さすが最初でね、序盤で少し我慢して買っただけはある。お金を貯めたんだ俺。終わりか。 OK、 まあアップグレード資金でかなり貢いでるけどね。さらに弾薬、こっちだな。スーツのアップグレードがある、やったね。ここはやはり最大 HP を上げるべきだろうか。 HE グレネード入手、よいしょ。弾薬が最大です。これってステージを再度プレイするとまた入れるようになるのかね。このゲームリプレイができるんだけど、よし、アップグレードだ。こういうアップグレードが楽しみでね、やるために。さてと、足を強化するべきなのか。これでも移動速度が上がることを除けば特に、これ敵ヒット率の増加とかがあるんだけど、要は武器の操作が上手くなるんだよね。再利用速度の増加がよくわからない。これリロードが速くなるよっていうことだと思うんだ。 0.1 秒か。フォーカス効果時間の増加、いいね。再リチャージ、再利用速度の増加、3秒速くなると。バレットタイムが速くなるっていうものもいいんですけどね。とりあえずはこの最大体力の増加をやりますかね。リカバリーって本当にこれ最大体力が上がるのかな。完全ウップで外部から武器が激しい効果もある。多くの補充システムを持っています。例えば通信は自動探知です。とりあえず一度強化、二度強化しているので、一旦足の方も強化するか。あ、間違えた間違えたよ。はい、足安定性、最大保有数、多分弾の持ち歩ける量ですよね。かなり上がりますね。とりあえず移動速度の増加が欲しかった。ちょっとヌメヌメ動くようになりましたよ。
で回復。といっても1.5%しか上がってないんですけどね。おっと、お金。気づかなかったよ、全然。で、行かなくてはいけない場所が向こうか。弾薬がある。さらに表示できるようになっているね。778。前が670いくつだったような気がする。弾薬が取れるようになってる。いいね。いい感じだ。あれ？俺、そっか。まだ使えないのか。こっちから来たかなとちょっと思ったんだけど、そんなことは全くなかったぜ。で、進行しよう。他取ったよね。おっと、いきなり？いきなりいいの？グレネードいる。グレネード投げてくるやついる。でかいのが近くにいて、奥のやつが撃てない。まずこいつをなんとかしたいところ。グレネード投げてきてるな。しょうがない。おっと、こんな近くに来るとは思っていなかった。死んだか？大丈夫だったっぽい。このバレットタイムかなりいいよね。俺スローダウンスローダウンって名前言ってるけど。よいしょ。あれ、そういえば俺今持ってたんだけど、ゴールドバー、これで自動回復が取れるぞ。やったね。思っていたのだけど、速度が上がるみたいなの書いてたじゃないですか。あれって左上のスタミナが上がるじゃないよね。ちょっと表示が多分日本語になってるんだけど、ちょっと日本語がおかしいところがあるんだよね。でもしかしたらそういう意味かもしれないなと今思ってたんですよね。できるな。知らないな。おかしいな。もっといそうなもんだんだが。隠れているんだろうな、シャイボーイたちめ。何もないや。弾薬弾薬弾薬。だよね。おっと、おっとっとっと。お金お金お金。なんかお金お金お金といえば、俺最初に実況したね。ちょっと名前をど忘れしてたんだけど、最初に実況した 2D ゲームからお金お金って言ってる気がするな。大丈夫かな。大丈夫っぽいぞ。そういえばデッドスペースでも俺ずっとお金お金って言ってた気がするな、今思えば。パワーノード、パワーノードって言った気がするけど。制御装置を起動する。 OK。 基本は主人公が使いっ走りですよね。できますとも。喜んで。何もないな。で、ここが来たら敵さんでしょ？いない。でも広いところだから絶対いる。こんにちは。こんにちは。何もない。あれ、さっき通ったところ？ここ。そうだ。てへ。てへ。おお、お金がある、お金がある。全く気づかなかった。すげえ、820も弾薬あるよ。もう切れないんじゃないか、あれあげなくても。まあ、どちらにしろ移動速度が上がるので、という表示が出ているので、おっと、あげるつもりではあるんだけど。少しダメージを負っているな。後ろに戻ってあれ回復し使った方がいいのかな。いないな。まあ、あいつらが起き上がりそうだけど。そんな雰囲気だったよね。大量にいるがな。はい、下がります。リロードと。こんなものか。基本は細い通路におびき寄せて倒すのが一番いいよね。ただ、細い通路におびき寄せる場合は、あれ気をつけないといけないよね、ほんとグレネード。
まあ、どこの通路でもグレネードを撃ってくるやつは気をつけないとだけど。銃弾はともかく彼が欲しい。大丈夫っぽい。そういえば俺、画面かなりぐるぐる回してるけど、視聴者の皆さんは酔ってないですか？大丈夫ですか？艦長、素晴らしい作業でした。モーターは修理され、正常な航行が可能です。だってよ。これが正常な航行なんだろうね。正常じゃないときは一体どんな感じになるのだろうか、楽しみだ。よっしゃ、強化だ。さてどうしようかな。レッドで強化。これ最大体力の増加絶対違うよね。リカバリーって名前になってるよ。よし、60%。あと1回できるから最大 75% か。まあまあいいだろう。Go。 業務用エレベーターを使用する。よし、帰るか。放射線の危険があるのでとっとと離れと言われたぞ。あ、本当だ、 HP 下がってる。 OK。 あ、やべ、できるかな。グレネードはいないんだね。俺早く行かないといけないんだけど、放射能が。このスーツ放射能耐性とかついてないの？宇宙服なのに。普通ついてるよね、そんな感じのあれが。俺もよくわからないけど、ついててもいいような気がするんだけどな。こっちが前登れなかったところかな。降りよう。どこだ、グレネード撃ってくるやつはいるんだろう、多分1体ぐらい。死なねえな、死んでくれねえな。やば、すいません、通してください。最大タイル多分本当に上がってるわ。ほとんどダメージ上がってねえもん。今こそあれ、グレネード？グレネードじゃない、グレネードだ。合ってた、よかったよかった。勘で逃げてよかった。ここ強化できるね。笑えよ、ベジータ。はい。自動回復を購入？購入。自動回復をプレイ購入しますか？ゴール入ります。はい。なぜあれ出たし。こっち？こっち。あ、そうね。2階ね。自動回復が購入できたのはでもいいな。ついでに。あれ？あれ？ここ違うんじゃない？あ、ここだ、合ってるや。やべ、またか。また殺されてしまう、よろしくない。よし、自爆しやがった。オッケー。まあ、今 HP 最大値じゃなかったしね。あ、自動回復いいね。評価もう利用できません。あ、これで 60% になったのね。続けると、これで敵の攻撃に耐えられるのかどうか。プロフェッサー D エフェクトは想定通りフリップ艦長を守らなかったようですか。彼へのあらゆるテストが放射線濃度の増加を示しています。そうか、大丈夫。俺それやったんだけど、 D エフェクト大丈夫かな。突然変異でリンゴをずっと食っていないといけない体とかにならないよね。やめてくれよ。こっちこっち。 OK。 業務用エレベーターを使え。これだよね、多分。はい、わかりました、頑張りますよ。んーで、どれだ、これか、これ。これか。オッケー。オッケー。
あれ？まさかの。285。っていうか、あれをやったらセットでこのアンロックがあるのを覚えよう、俺。本当に。はい。あれ、これ、どこに向かうの？押して、俺。あ、来てる、来てる。来てるがな。おお、いいね。いいね、これ。推進コアを離れる。ほうほう、これで地球は守れた。あとは汚染除去を引き続きやってくれとのことだ。クリア。続けると。よし、これでボーナスのさっきのやつはなくなってしまいましたね。あとはゴールドで買えるものといっても、あんまりないな。強いて言えばこのボルケン T60 が欲しいかな。これはちょっと欲しいけど、45ゴールドはまだまだかかりそうですね。さてと、ここはダメージ量を増加させようか。20%も上がる。なんと素晴らしいことか。ってことで、この2万8000でこれを購入しよう。あと1つで終わりですね。後々リロードとマガジンを強化していきたいところ。精度はそこまででも。これの強化が道中かなり手に入ってんだよな、そういえば。さて、今回はここまで。また次回でお会いしましょう。ホビドアでした。